おはようございます。おはようございます。サルチャンネルの時間でございますよ。さあ、今日はですね、スーパーカブ C125 になりましてですね、何をやってるのかって言ったらですね、オイル交換をいたしました。前回ですね、スーパーカブがですね、C125 はハンターカブに比べて、えらい馬力とトルク感があってから爽快マシンだっていう動画をですね、お届けしたんですけど、その動画の時にですね、だったらこいつをさらにですね、快適マシンにするためにですね、ゼロインターの30のサラッサラなエンジンオイルとですね、あとはイリジウムプラグ、元 DX プラグですよね、こいつを突っ込んだらさらにフィーリングが良くなるんじゃないかなっていうわけでございまして、まずはですねオイル交換のみをしてみましたので、そのフィーリングチェックをお届けいたします。そして今ですねオイル交換したばっかりでございますので、ゆっくりゆっくり走ってですね、新しいオイルをですねこのカブちゃんにですね馴染ませてる最中だというわけでございます。もうちょっとで、ね、走ったらですねちょっと食らわせてやろうかな、まあ、食らわせて言っても知れてますけどね、そういうことやってみようかなっていうふうにですね思っております。ほんの少しペースを上げてるんですけど、なんかやっぱりエンジンの音がですね変わりましたな。ヒュルヒュルルルルルルルみたいなですね、そういう音が今しております。これは前に出ていましたですねヤマルーブの RS4GP ではですね聞こえない音でございます。そんなわけでオイルも馴染みましたので、ちょっと幹線道路にですね出てまいりたいと思います。幹線道路を走ってるんですけど、ぶっちゃけ話ね、RS4GP とですね、今回入れた NC51 ね、あんまり差がわかんないわ。スーパーカブはわかんないんだな。おかしいな。以前ですね、このスーパーカブ C125 のニューテックの NC50 っていうですね、今入れてる0インター30よりももうワンランク硬いですね、10インター50っていうオイルを突っ込んでみたんですよ。その時はね、激変したんですよ。すげえなっていう感じだったんですけど、0インター30今日初めて使ったんですけど、いやあれみたいな感じに今なっております。ちょっとエンジンの振動がすごいな。微振動がですねビリ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 っていうのがですねここ最近になってるんですけど、後でですねイリジウムプラグをつけますんで、あれでこの微振動が消えるのかっていうのはですね後ほどテストします。ほいじゃあちょっとテストしてみます。テスト終了。だいたいわかりました。だいたいわかりました。伸びます。高速域ではやっぱり伸びるんですけど、それだけだな。そう、まあそれを目的にするんならいいんじゃないかなっていうふうに思います。それよりもこの微振動がすげえぞ、マジでビリ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 。からこれ案外ここまで微振動が出るって言ったら、おけつに対してマッサージをビリ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 、おけつマッサージみたいな感じでですね、血液とか防止できるんじゃなかろうかみたいな。どうなんだそれは。さらに分かりましたですよ。坂道なんかでから、うわーこのスーパーカブ C125 が登らないな、3速に叩き落としてから3速だこの野郎みたいなことをですねやるときにですね、伸びるね。やっぱりこいつは伸びだな。伸び伸びた。セカンドチャンネルですからね、そういうことも言ってきますよ。よしよし、わかった、ちょっと家に帰ってからプラグ交換しようっと。そんなわけでございまして、元 DX プラグにですね交換しました。本当はねこの元 DX プラグっていうのはですね新品なんですよ。ハンターカブ CT125 に使おうかなって思って取り寄せたんですけど、こっちに使っちゃった。まあもうこうやって走ってるだけでもですね随分と印象が変わってですね、微振動はねなくなったよ。もうやっぱりプラグだったんだよ。この元 DX プラグっていうのをつけたらですね、ハンターカブもそんな感じだったんですけど、C125 にはもう敵面ですね。振動予防、微振動予防ですよね。こいつに効果ありだというわけでございます。振動来ないなぁ。これは、えい。来ないね。本当に微振動がですね、なくなったんで、ツーリングするにはこれは、こっちの方がいいと思います。全く微振動がなくなるってわけじゃないな。この辺は少し出ますね。でも、さっきよりは随分マシですよ。そろそろですね、プラグもですね、カブちゃんに馴染んできたと思われますので、それでは、レッツラー、来い。テスト終了というわけでございまして、大体わかりました。大体わかったな。ですね、元 DX プラグに関してはですね、振動がなくなります。なくなります。以上。以上。
異常だな、そんな結果になったな、残念な。ちょっとこれセカンドチャンネルですから、もうぶっちゃけ話しとこうか。以前ハンター株でプラグ変えてから、なんか元 DX プラグがどうのこうのっていう動画作ったでしょう。で今元 DX プラグつけて走ったんですけど、株シリーズに元 DX プラグは相性悪いんかもしれんな。まあそれはですね、ダイナモかけて測ったとかですね、そういうなんか数値化してる部分じゃないんですけど、フィーリング的にですね、なんか薄いんだよな。薄、そうね、薄いっていう表現だよな。薄くて細いそんな感じなんだよな。で標準プラグって言ったらなんか太くて短いみたいなですね、そんな感じがします。いい表現だと思うよ。すごいでしょ、全然数値化せずにそんなことばっかり言ってますよ当然カブちゃんって言ったらこういうところを徘徊なんかもするじゃないですか、ご近所徘徊って。こういう時もですね、標準プラグの方がですね、ドンと太くてドンと短いというわけでございまして、特性に合ってるんだよな。ね、前回お届けしました通りですね、このスーパーカブ C125 はですね、もう本当にドノーマルでも十分満足できるマシンなんですよ。ただね、ちょっと興味半分でいろんなことやってみた本当にもう今日はですね、興味半分の動画だったというわけでございます。ではでは、おまけコーナーでございますよ。さあそんなわけでございましてですね、ちょっとこの先がですね、道が汚くなりそうなんで U ターンをするというわけでございまして、今日の動画はですね、いかがでございましたでしょうか。まあそういうですね、実験もですね、やってきたというわけなんでございますが、じゃあですよ大津さん、結局どうしたらいいんっていうふうにですね思われてる方いらっしゃると思うんで、まあ買ってきてウルトラ G3 っていうホンダの純正オイルがあるじゃないですか。あれぶち込んで遊びはちょうどいいんじゃないかなっていうのがですね、おじさんの結論でございます。ほんともうあのくらいでいいよ、 C125 に関してはね。ほんとごめんね、そんな結論でそういうところをですね思っております。それでもうちょっとなんかやりたいなっていう人はですね、おじさんがいつも使ってるですね、ヤマルーブの RS4GP っていうオイルがあったじゃないですか。あれいいですよ。あれ突っ込んで標準プラグに、まあ標準プラグは最初からついてますからね、プラグをですね定期的に交換すればですね、もうそれで十分だというわけでございます。ほんと今日よう分かった。おまけコーナーパート2でございますよ。ですね、今ですねコンビニで休憩してるんですよ。ほいでね、なんか元 DX プラグがちょっと納得いかない結果に終わったんですよ。今日もうちょっと上が伸びるはずなんですけどね、このプラグっていうところをですねあれこれ考えてみたんですよ。でハンター株 CT125 につけた場合にはノーマルプラグよりは元 DX プラグの方がですね高速が伸びるっていうのが分かったんですけど、今日はあんまりこいつ伸びなかったんですよ。その原因っていうのがですね、なんとなく分かりました。いうのがですね、ハンター株 CT125 にはですね竹革のハイパーイグニッションコイルってやつがですねついてるんですよ。片やこのスーパーカブ C125 はですねノーマルのイグニッションコイルのままなんですよ。それかな、それなのかなっていうふうにですね今思ったわけでございます。でハンター株 CT125 につけてるハイパーイグニッションコイル竹革製なんですけど、あれつけた時はですねあんまり効果ないなってから、プラグのコードの色が赤色になってかっこよかったですみたいな動画作ったんですけど、ちょっとねやっぱりあれ多少なりともですね効果があるんじゃなかろうかみたいなことをですね今思いました。はい、そうなんだ。というわけでございまして、今日はですねスーパーカブ C125 おまけコーナーパート2ね、元 DX プラグが思ったよりも上が伸びなかったっていうところの要因をですねこのおまけコーナーパート2でお話をしてみました。ではでは。